モハメド・サラーが引けなくて悩んでるそこのあなた、マルコ・アセンシオがいなくてね、ライトウィングの人材難のそこのあなた、私は今回ですね、そんなあなたに一つの解決策を提示したいと思います。リオネル・メッシ、いや違うね、テオ・ボルコットだ。ということで今回は星4テオ・ボルコットをね、皆さんにご紹介していこうと思います。いやいやお前ふざけんなよと、何がテオ・ボルコットやねんと思ったそこのあなた、全員テオ・ボルコットに謝ってください。見てこの星4とは思えない特徴、一匹狼にフィジカルパワースピードショーアップ、一匹狼でオフェンス能力ショーアップ、もう完璧でしょう。星4でこれ以上いい特徴構成の選手なかなかいません。なかなかいないよ、本当になかなかいない。シュート BC、 ドリブル DE、 パス DE、 もうこれで星5のさ SA とかの構成だったら最高だと思わない？っていうことは BC でも最高ってことだよ。一応総合値7750あります。7750しかないんかこいつ。さらにですね、今回はちょっとメッシさんですね、メッシさん帰っていただいて、メッシさんのアクセルすべてフルでつけてですね、こちらにテオボルコットにすべてつけて、さらに強化していきます。さあそしたらこのテオボルコットがですよ、このカッペル監督のライトウィングでフル出場を果たすわけです。見てこの差、メッシから変えても6000しか下がら、6000も下が、下がらなかったね、総合値ね。で、ちなみにね、テオ・ボルコットイングランドの選手なので、ランパードがいればね、イングランドバフもかかるんですよ。あら、あらお得、あらお得な選手。ということで今回はね、皆さんにいかにテオ・ボルコットという選手が優秀かというところを見せつけていこうと思います。ちなみに一発撮りなのでテオ・ボルコットが活躍しなくても私は知れません、知らないです。まあ活躍するんじゃないでしょうか。一応キーマン・ボルコットたち、フリーキックも PK も全部ボルコットに蹴らせます。で今このポジションエディットにしてるんですけど、今回ちょっとボルコット活躍させたいというところで、ちょっとシェスターさんずれていただいて、ジェラードさん下がっていただいてですね、ちょっとあなたたち適当にこんな感じにやっていただいて、ちょっとエムバペさんとラッシュフォードさんの左の方に、エムバペとラッシュフォードはね左の方寄っといてくれと、テオ・ボルコット俺が一番だと、ラッシュフォードはイングランドのこれからの次世代を担うのはお前ではなく俺だと、そうテオ・ボルコットが言ってるわけです。ということでちょっとエムバペとラッシュフォードはここら辺に置いておきましょう。これはさすがにふざけすぎてるから、こんな感じにしとこう。あんま変わらないけど、ということでですね、こちらでテオ・ボルコットメイン使用していきたいと思います。エムバペをもうちょっと真ん中に行こう。テオ・ボルコットにボール渡らないとどうしようもないと思った。はい、こんな感じでいきましょう。エムバペ何でもできるんで、テオ・ボルコットにパスしてくれるでしょ、キーマン・ボルコットなんで。はい、ということでですね、実際やっていきましょう。ちなみにね、中途半端なね、スカウトさんとかの星5使うくらいだったら、まあ強い星4使った方がいいというのが私の持論です。一応ランパードでバフかかってるし、さらにボルコットにバフかけるためにウィングストライカーの能力上げてくれる監督探そうと思ったけど、おそらくウィングストライカーの能力上げるというか、ウィングストライカープレスタ必須の監督なんてもう最近見なかったから、それを諦めよう。ということで早速やっていきましょう。たまにはね、皆さん星4選手使ってください。マジで私はこんな感じでたまに使ってますが、すごく楽しいです。サカツクね、結局強い星5並べて殴るゲームになっちゃうので、最新の星5並べて殴るゲームになっちゃうので、たまに自分で息抜きをしてね、あこいつ強いやんとかってやらないとね、ゲームとしての楽しさが失われる。あぶねえ、早速ハーランドがなんかえげつない、ラッシュフォード、エレーラとラッシュフォード、ラッシュフォード強い、ウォルコットが走り込んでいるはずだ、パスだぜ、ファール、絶対体に行ってた瞬間、プリズマティックトラップメッシ怖え。さあラシツキセバードリブルはコクがリペアタックルで止めていく、さすがコク。さあ来た、ウォルコットウィン、仕掛けていくし、これマイボールじゃないの、さすがウォルコット。そしてウォルコット蹴っていくが、ちょっとそのパス大丈夫だった今、シェスター狙うんをやめたら、ハーランドにフェリアスマーク、コク強ない、やめろ、コクメイン起用みたいになっちゃう。ジェラード一回コク下げてかわして、シェスターちなみにね、OMF の選手を DMF で使うっていうか、ラッシュフォード大丈夫、まだ15分しか、まだ15分しか経ってないけど、なんか虫の息なんだけど、ラッシュフォードそんなスタイル、なんか何食らったんお前本当に。さあ待て、やばい、これやばいよ。ハクマありがとうございます、さすがラッシュフォード、仕掛けろ、エレーラデストロイタックルに奪われんの本当にやめて、マジでマジでやめて。さあシェスター頑張れ、シェスターなんかもうやめろ、なんかヘビー級にライト級吹き飛ばされるみたいな、
そんな勢いで吹き飛ばされ、これはやばいけどファンデルサールが止めてくれるはず。さすが悟空ここにいる。待って、ブリント今のはさ、前に出てよかったんちゃう。ブリント今のそっち飛ばせそうなかったんちゃう。マジであったか。あったんだろうな。ブリントがその選択をしたのであれば私は死にましょう。セングフェからシェッサー、ブロンダーエンゲルでジェラード、ジェラードどこの誰に出したの。さあ悟空、マジで悟空さんいなかったら死んでる。あ、ダメダメじゃないこれ。ハーランドに裏回られてるけど、マジで怖いな。おウォルコットまだ1回しかボールタッチしてないんだけど、おい、ダメだよこれ、そういうの良くないよ。今回ウォルコットメイン起用の動画だから、なんかずっと攻められてる。やめてくれ。ウォルコやばい、ファンデルサル、あー怖え。さあ来た、ファンデルサル分かってる。ウォルコットのやつ、おこいつ持ったらドリブル仕掛けるやん。もうマジで持ったらドリブル仕掛けるやん。かっこよすぎる。なんでこいつ英知のパスワークっていうスキル名でタックルかましてくんだよ。ジョルジーニョふざけんなよ、パスワークせえ、タックルすな。英知のパスワークかっこタックルみたいなやつやめろ。今回のピルロのさ、プレイスタイルもさ、なんかレジスタレジェンダリオみたいなね、プレイスタイルなんよ。なんかあのプレイスタイル二つなじゃないけどさ、貫突した時のさプレイスタイルがね、司令塔からレジスタレジェンダリオって名前になって、スキルもだからレジスタレジェンダリオなんだけど、なんでお前レジスタレジェンダリオっていうそれを持ちつつプレイスタイル司令塔なんて、ふざけんなよ。ああ大丈夫、クーマンがいる、クーマンがいれば絶対大丈夫。クリスティアノロナウド、そんなビビあれクーマンじゃなくてシスターだった。いやクーマンだったよねきっとね。さあ、ウォルコット走ってるかと思った。ちょ待って、ゴンが強い、ゴンが強い、うん、でも一番ドリブル仕掛けてんのこのゲームでウォルコットなんだよな。一番ウォルコットがドリブル仕掛けて攻撃的になってるんだよな。待って、ウィングストライカーって結構強いんじゃない、もしかしたらジョルジーニョ。それとイエローカードでウォルコット蹴っていく。皆さん見ましたか、テオ・ウォルコットからジョバニエロ・チェルソのこのホットラインよ。ウォルコット、ロチェルス後ろからのボール、ワンタッチのボレーで、そのままゴール飛ばして点取る。まあ、それができたら誰も困らないやろ、みたいなシュートしたね、今ね。足つき、ファレッティ、エルプピ。エルプピってちょっと可愛いからな、ちょっとな。さあ、ゴン。ゴン低くない？いる位置。あ、違った。俺がヌダッペの位置を低くしたから、ゴンも必然的に低い位置に下がってきてんだ。ウォルコットメイン起用にするためにセンターフォワードの位置下げたら、ゴンがあんな位置でプレッシャー始めちゃった。さあ、悟空。少しドリブル。これはもうシェスターさんが止める。あー、止めなかった。まあ。やっぱ5つの灰持ちの悟空いいっすね。さあ、ウォルコットに渡っていく。待って、今のターンしながらのトラップマジでうめえだろ。そしてこのシュートよ。さあ、決めろ。ゴン。ここはもう決めるしかない。ちょっと待って、ウォルコット2アシストなんだけど、やばすぎん。マジでやばすぎん。やばすぎん。しかも僕ちゃんとさ、ドリブル仕掛けてタックルでさ、取られに来とんのにさ、ちゃんと手で押さえてさ、どうしたん？あ、これがあれだよ。フィジカルショーがあるから、パワーとスピードが若干上がってることによって、パワーで相手のね、やつを抑えるという、すごい。ちょっと待って、ウォルコット想像の5倍ぐらい活躍してる。マジで、一発撮りなのに、こんな活躍すると思わなかった。嘘。思ってた。俺は信じたよ。さあ、ウォルコット。ジョルジーニョにエラプティブのさせんな？させていくが、もう十分でしょ。2アシストよ。これ以上何を望むの？星4選手に。このゲームで2アシストしたら、もう何もせんくていいやん、もう。さあ、しかしまだあるよ。ロチェルス、ちょっと待って、ウォルコットどこ？ウォルコットどこにいるんだ？見つけられないぞ。ウォルコットどこにいんの？マジで。ああ、うん、あれか、あれだ、あれだ。すげえなんか高い位置に張ってる。さあ、ホタルクルタイ、ウォルコット。ボールキープしていけなかったが、いやー、マジで楽しかった。超楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。ということでですね、皆さん見ましたか？ウォルコット、ツアーアシスト。おい、マンオブザマッチ、悟空かよ。ウォルコットだろ。ウォルコットでしょ。でもウォルコットも多分 7.5 点ぐらいあると思うんだよな。さあ見ていきましょう。ウォルコット6点、ちょ、なんで2アシストして 6.0 やねん。さすがにひどいやろこれは。待って2アシストしてさ、ドリブルもめっちゃしごけて 6.0 点なの。これはね、差別だよ。これ星4差別ですね。断固として拒否します。
だからね、きっとこの動画を見ていただいた皆さんはね、あ、ボルコってやべえんだな、本当に強いんだな、ボルコってがいたらモハメド・サラいらねえんだなっていうところをね、分かってくれたと思います。ちなみにサラを引いた方はね、まあ、言わずもがなですが、カントツ・ウォルコットの100倍ムートツ・サラの方が強いので安心してサラ使ってください。そして私にもサラください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の意見ギャムラフになってます。ぜひウォルコット使ってみてください。勝つ時は使わないでね。本気の試合でウォルコット使って負けたっていう苦情は一切受け付けませんが、たまにはね、使ってあげてください。ということで、トップでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。